沖縄パラダイスラディオはい、さあ、はい、偶数要注がなびら、ワンネポン川村やいびん。みなさん、こんばんは、いかがお過ごしですか。私、青い空が好き、白い雲が好き、沖縄が大好きさ、ポン川村です。さて、今日も沖縄の話題を一つ、ええー、先月沖縄に。 車エビの自動販売機ができたっていう、っていう話をしましたけれどもね、えー、今度はフレッシュなお肉の自動販売機ができたという話です。えー、9月18日、琉球新報デジタル版から、食肉卸しのフレッシュミート大城は、このほど那覇市坪屋の本店前に冷凍肉の自動販売機を設置しました。 ね。まあ、ここまでやったらですね、ほーんっていう感じのニュースなんですけれども、売ってるものがすごいんですよね。えー、この自動販売機では、牛、焼肉セットや、リブロースステーキ、和牛のホルモン、ラムチョップ、えー、鶏もも肉、セセリア、えー、軟骨、そして、ヤギ刺し ヒージャーが販売されているということですね。すごいですね、えー。この会社は新型コロナ感染が拡大する前は弁当店や食堂、居酒屋など約150店への卸を中心としていたそうです。しかし2020年夏以降、取引する飲食店が休業や時短営業となり売り上げは大きく落ち込んだ。えー、大城代表36歳は、えー、従業員の雇用を守るためにも小売りに力を入れて売り上げを回復したいと。 考える中で、インターネットで北海道の精肉店が冷凍自販機を導入したニュースに接したと。そこで、星崎沖縄を通じて東京の会社の冷凍自販機、ドヒエモンを購入したということなんですね。えー、今後は、湯煎してすぐに食べられるメニューの開発や、冬場には鍋用のお肉を販売するなど、商品を時期に応じて変更していく方針だということです。ねえ、大城さん。 若さでしょうかそれとも代表としての責任感でしょうか動きが早い。決断素晴らしいですね。まあ、それにしましても、ヤギ刺しの自動販売機、あったら行くんじゃないでしょうかどうでしょうかねはい。さあ、今日も昨日始はじめとする南の島々の音楽と話題を、ここ f m 愛媛のスタジオからお送りする30分。最後まで、ユタスルグトゥウニゲサビラー ポン川村のハイサイ沖縄パラダイスレディオ。この番組はトラック買取販売の中央自動車の提供でお送りします。